Rated M for Mature. やったな! なんと。 死んだ仲間のためにも。 最後に勝利するのは俺たちだ。
ほう。注目！これよりトロストク奪還作戦について説明する。まずエレン・イエーガー訓練兵を紹介しよう。彼は我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。巨人と化した彼は全門付近にある例の大岩を持ち上げ、破壊された扉まで運び穴を塞ぐ。その間彼を他の巨人から守ることが諸君らの任務である。嘘だ、人間兵器なんて嘘に決まってる。ここで死ねってのか。俺は降りるぞ。反逆者ども、今この場で叩き切る。わしが命ずる。今この場から去る者の罪を免除する。巨人の恐怖に屈した者はここから去るがいい。そしてその巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟、愛する者に味わわせたい者もここから去るがいい。それだけはダメだ。家族だけは。もしウォール・ローゼが破られればもはや人類は生き延びられん。我々はこれより奥の壁で死んではならん。どうかここで死んでくれ。イエガー訓練兵の援護のため大岩付近の巨人を排除せねばならん。町中にいる巨人は倒すか壁際におびき寄せるんじゃ。こんなに巨人が密集してるのに倒せるわけねえだろ。うまく壁際におびき寄せよう。そうすれば壁上からの援護の攻撃で倒しやすくなる。巨人が出現して以来人類が巨人に勝ったことは一度もない。巨人が進んだ分だけ人類は後退を繰り返し領土を奪われ続けてきた。しかしこの作戦が成功したとき、人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功する。その時が人類が初めて巨人に勝利する瞬間であろう。それは人類が奪われてきたものに比べれば小さなものかもしれん。しかしその一歩は我々人類にとっての大きな進撃になる。頼んだよ。
巨人に邪魔されて急物資を運べない。僕だってやってやる。うまくいくだろう。分かったぜ。僕だって
てやってやる。頼んだよ。頼んだよ。これは少しか。こっちの誘導に引っかからない。引き寄せられないな。直接倒すしかない。頼んだよ。わかった。役に立てた。ごめん、深淵弾だ。助けないと。ごめん、もらっていく。何だよ。先行弾と音響弾のどちらかが効く。どちらが有効なんだよ。見極めて使うんだ。巨人を倒すのも便利でしょう。負けるもんか。同じ班のライナーたちがはぐれてた。見かけたら私は無事だと伝えてみる。巨人を減らせたぞ。これなら大岩の方から縁談が。何か緊急事態か。大岩の周りに貴公子が集まってきています。ではエレンが近寄れません。飛行士が。直接叩くしかない。
ってた。これで大岩の周りの巨人は排除できた。この巨人はうまく町の隅に誘い込めている。ここまでは作戦通りだ。あとは任せたぞ。もうすぐ岩までの最短ルートだ。今見える限りでは巨人はいない。ここだ、行くぞ。人間の比率で考えればあの岩を持ち上げられるとは思えないけど、きっとエレンには私たちを導く強い力がある。エレン、
作戦失敗だ。分かってたよ、秘密兵器なんか存在しないって。失敗したのか。どうして。おい、アルミン。エレン、どうして私がわからないの。いや、作戦は失敗だ。撤退するぞ。待て。撤退はまだだ。回収するまでエレンを巨人から守ると。彼は貴重な存在だ。置いてはいけない。狙う。発展を変えて彼を守るんだ。こいつのために今回数百人は死んでる。まだ続けるなんて正気なの。なら教えてくれ。蹴散らして人間性を保ったまま人を知らせる。どうやって巨人に勝つ。生きられるのは勝者だけ。そんな方法私が知るわけない。なら俺たちは人間兵器とやらに命を投げ打ってけなげに尽くすしかない。頼んだ、私も行く。ついてきてほしい。俺も行く。ついてきてほしい。一緒に行かせて。蹴散らして。了解だ。分かった。やべ。やべ。しのいだな。しかしそろそろ限界が近いな。罠を起動してくる。高速用の装置だけど。ごめんなさい。足止めには使えるはずだ。俺はもっと前線に出て巨人を食い止める。いや、あのガキは頼んだぞ。ピクシー司令からの伝令かもしれない。確認してきてくれ。ここは俺に任せろ。ミカサ、いいところに。仲間とはぐれた。一人じゃ手に負えねえ。手を貸してくれ。助かった。作戦は失敗だったんだろう。ならさっさと撤退しようぜ。待って、一緒に仲間を集めてほしい。エレンを守るために人手がいる。エレンも感謝する。分かったよ。
散らしてやる。生きられるのは勝者だけ。かっさばいてやる。救命戦か。待ってろ。どうだったか。マルコ、失敗の縁談が出たのにまだ巨人の誘導任務を続けてんのか。かっさばいてやる。一人では危ない。一緒に行動した方がいい。撤退命令が出たわけじゃないだろ。僕は任務続けるよ。僕なら大丈夫。ミカサたちも気をつけて。邪魔しないで。潰す。巨人と戦ってるぞ。お前らか、手伝ってくれ。コニー、無事でよかったぜ。怪我はない。一緒にいられるね。ああ、けどなんでこんなところにいるんだ。作戦はどうなった。巨人が侵入しすぎた。エレンを守るため仲間を集めている。なら俺も手伝うぜ。アルミ、ミカサ、作戦は？邪魔しないで。エレンはどうなってるんだ。エレンが暴走して岩を運ぶ前に倒れた。仕方ないので、エレンを守っている。僕ら考えが。一緒にエレンのところへ行こう。カッサバイ頼んだ。潰す。カッサバイ。あっちは苦戦してるのかよ。アルミ、私のそばを離れないで。狙う。巨人拘束用の罠を起動する。この罠が命中すれば巨人の動きを止められる。その間にうなじを狙ってくれ。落とした。カッサバイヤ。私も行くよ、ミカサ。ミカサ？なんであんたがここに。今は一人でも多く戦力を増やしたい。一緒に来てほしい。いいな、乗った。頼む。生きられるのは勝者だけ。分かったぜ。分かった。僕がエレンをここから出す。後頭部から同じにかけて
縦1メートル、横10センチ。大丈夫。真ん中さえ良ければ死にはしない。ただ、ほんのちょっと痛いだけだ！アルミ！いつか外の世界を探検するんだろう。エレン、答えてくれ。壁から一歩出ればそこは地獄の世界なのに、どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの？どうしてだって、そんなの決まってんだろ。俺がこの世に生まれたからだ。本当だな。狙う。頼んだ。分かったぜ。
また巨人が入ってきたぞ。制覇は他の巨人の手一杯だ。僕らでやるしかない。頼む。分かった。巨人に勝ったよ。超大型巨人によってトロストクの壁が破壊される数時間前、精鋭からなる調査兵団は壁外調査に出発しようとしていた。来たぞ、調査兵団の主力部隊だ。エルヴィン団長、巨人の門を蹴散らしてください。見ろ、リヴァイ兵士長だ。一人でイッコリュダン並みの戦力があるってよ。ち、うるせえな。みんなの羨望の眼差しも、あなたの潔癖すぎる性格を知れば幻滅するだろうね。
調査兵団による壁外調査の主な目的は、5年前に陥落したウォールマリア奪還のための布石を打つことにある。廃墟と化した町や村に兵站拠点を設置し、壁を破壊された志願しなくに大部隊を送るための進軍ルートを確保すること。この重要な任務を託される調査兵団は人類の英知の結晶である。やれやれ、兵站拠点を設置するのはここか。クソみたいにやめてやる。兵長、後続の本隊は予定通り到着できそうですね。よし、エルヴィンの到着までうざってえ奴らを片付けるぞ。
まとめて相手してる。話しやがれ。兵長、申し訳ありません。先に離脱します。来た、俺の敵。行く。俺の敵じゃない。救援要請か。無視はできねえ。悪い。悪い。そろそろ時間だ。急ぐ。行く。まとめて相手して。面白い暮らしやがった。俺は次に行く。ここは任せたぞ、エルド。兵長、わざわざすみません。これで補給班を展開できます。やる、やる。苦戦してやがるのか。行く。お前の鼻は確かだが、気をつけろ。目標地点に巨人を確認。総員、警戒しながら展開せよ。援護班は中心部の巨人を誘い出し、町の外側で各校撃破せよ。リヴァイ、我々は中心部を制圧し、拠点設置箇所を確保する。行くぞ。了解だ。仕上がった。ああ、承知した。どうした。予想より巨人が多い。リヴァイ、補給を怠るなよ。俺たちを追ってこない。飛行士だ。あいつがいちゃ拠点は気づけねえ。やるぞ。おとなしくしてよ。救援要請か。行くぞ。行け。
行士が再び出現。補給班が狙われています。補給班が壊滅してはまずい。リヴァイ、飛行士の対処を優先しろ。おとなしく引ける。どうしてバケツ。おとなしく。まだ殺されたねえか。どんな巨人だろうと倒しやし。兵長、助かりました。おかげで補給班を展開できます。まだ飛行士がいやがる。ルンタ、周囲をしっかり見張ってろ。了解しました。ここはお任せを。悪い。
置した。補給班は無事だな。各班、兵站拠点の設置にかかる。大変だよ。南から巨人の群れだ。こっちに向かってる。俺たちに引き寄せられてきたようだ。ふざけた真似をする前に仕留めるぞ。おかしいな。南側の巨人のところに集まってるのか。あいつらも貴公子だ。合流されるとまとめて相手して止めるぞ。こんなに貴公子がいるんだから一回くらい生け捕りにしても。ダメだ。巨人を捕獲してる余裕はねえ。面倒を起こすんじゃねえぞ。その調子だ。拠点設置完了まで巨人を近づけるな。
たちの勝ちだ。みんな、よくやった。さすがは特別作戦班だな。当然の仕事です。やめてよ、団長にバカだと思われるでしょ。残念、もうこの辺りに巨人はいないってさ。それでいい。今回の調査ではさらに先まで進む。そんな、あの子たちの死体を調べる暇もないのかい。いいかい、そもそも巨人の死体が蒸発するメカニズムってのはって。エルヴィン、あのクソメガネはほっとけ。ああ、志願しなくまでの進軍ルートを一日でも早く確保する必要がある。行こう、我々に課せられた使命を果たすんだ。